私はあの、まあ、高校を卒業しまして、あの比較関係の授業をずっと、40年近く授業をしている中でですね、日本の比較産業 の、 その問題点、いろいろこうなめし技術だとか、まあ、その有害物質を使った製法だとかっていうのを、まあ、生産をしていった中でですね、我々やってることが非常にもう情けのない環境を汚してるっていうことにちょっとこう心打たれましてね、もう根本的にやっぱりこう製法を自然環境を重視したやっぱものづくりに考え方を変えていかないといけないなっていうことを痛感しましてね、で、まあ、それがきっかけでやはり新しい技術を開発していこうという、まあ、その中で、まあ、たまたまヨーロッパの方である薬品メーカーが作られている、まあ、新しい技術をあのなんとか日本に導入して日本の比較産業にねこう広げていければヨーロッパとい う、 こう比較先進国に負けない環境作りができるんではないかなと、まあ、そういうことから今にあの至っているという状況ですね。ちょっとまあエゾジカなんですけど、まあ、こういう状態で今、まあ、ちゃんと水分が中に入っていかないと染料も薬品も入っていかないんで、まあ、さっきガチガチやったと思うんですけど、しっかり水分通っているのを確認しておかないと薬品の通りが悪くなるんで、ここから今タンニンっていうのを入れさせてもらって、まあ、より皮らしくあの膨らみを出したりとかっていうので薬品を入れていくんですよね。これがいわゆるタンニンって呼ばれる、まあ、白のタンニンなんで、この皮が落ちてるこの状態を作んないと叩き込めないんです。中まで色を通そうと思うとペチャ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 回ってるとなかなか入りづらいんで、ちゃんと叩き込む。で、まあ、温度に関しても50度を超えちゃうとタンパク質って変性してしまうんですよね。人間も同じで火傷してしまうんですよ、まあ、ここが皮の干し場になるんで、こっちまあずらっと皮が入ってるんで、これがいわゆる白クラストって呼ばれるその柔らかい状態の皮を作るのに、まあ、お客さん色染めたりするんですけど、まあ、それの段階がこういうものが再なめしのまま状態を乾燥させるとこれになります。まあ、ここからお客基本的には油を入れたりとか、染料染めたりとかっていうのは基本的にここからソフトモンを作ります。今年に入って、まあ、染料自分で組めるようになってきたんで、あの色も絵の具みたいな感じじゃなくて青の中でもグラデーションから染料抽出して配合してっていう感じです。で赤入れると、まあ、こんな感じで染まりますね。弊社の場合はもうジビエガを専門にね、野生動物の命をね有効利用ということで、やっぱりその野生動物たちが増えた理由、人間社会の中にね悪影響を与えるっていうのも全部全てそれを作っていったのは人間なんでね、作る責任とね使う責任と捨てる責任と全部ね最初から最後までね責任感を持ってものづくりをするっていうのが、まあ、これからね求められることだと思って、しか命のね命を大切に進めていけたらなというふうに